はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の横たち、ウィズ・パーフィット。これ、軍用集計シナリオの内科の次編第8話ですね。ちょっときついかなっていうところだね。ここはもう撃って出なきゃダメだね。包囲されてるんで、で、ここら辺ももうしょうがないね。ツンツゼロじゃん。ツンツもらいに行こうか。もうお城なんか取られるのはもう今回は確保しなきゃダメだね。ペッチであげたくないんだけど。出陣する。行くとしようか。まあ寸法取れれば出陣する。いいかな。13時来ちゃうもんね。もうダメだね。ここもまあなんとか武将はなんか守り通したい。まあとこだね。兵糧もないししょうがない。これは打ってたもんね。兵糧からない。行くぞ。行くぞ。守り上げで負けてんだよね、兵数でね。フィニッシュ使えないんだよね。ポイントがないんだよね。じゃあ進めてこう。攻めてきた。老弱290しかいないね。自動設定で兵糧入れとこうか。武将も全然いないし。30日も持たないでしょうね、きっと。この裏に27日にしとこうか。申し訳ない程度にちょっと入れとこう。もうこんなに壊されたら持たない。1万いるし、こっち200しかいないしね。じゃあこれ打って出ようか。場外決戦。もっと増やせない。もっと出せるじゃん。全部でいかなきゃダメだよ。指揮を取りますか。指揮取ってもなんか勝てる気がしないな。取りません。口惜しきことです。いやーこれは痛いぞ。2800。こんなに出せないんだよな。部分騎乗で20日。ああでも遠いところしかいないか。5000でちょっと行こうか。待てよ。だったら先にこっちを倒してからがないか。これで進め。行くとしましょう。こっちを倒しつつ、シフトでここ寄りつつ、ここ行こうか。ちょうど切れちゃいますけれど。進め。なんとか、なんとかなるし。なんとかしよう。ここは当たるから多分大丈夫でしょう。あと4日で何日に来る。行くぞ。12日後に来る。じゃあ大丈夫だよ。多分なんとかなるし。でここでも当たるし大丈夫でしょう。勝って
いやー痛いなー、痛い負けだなー、痛いなー、負けんのは負けは痛い。敵が我が領内に向かっております。一発目が当たったのがまずかった。それで周り壊されちゃったからね。本当はちゃんと準拳場とか立てて勝てるようにはしていたんだけど、うん、その前こっちを狙いに行った部隊が当たっちゃったんだよ。それでこう負けて、うん、壊されちゃったんだよね。それが痛かったね。まあ、ある程度我慢しよう、うん、取り返しそう。それで地道に、うん、ちょっと頑張りすぎちゃった。この城もらい受ける。もう武将だったらね、食いついてるんで、うん、返そう。300来始めたか。行くとしようか。見やめこう。進め。あーこっちはもう撃ってなきゃダメだね。もうね、もう行くがない。進めてこう。これをどうしてたんだっけ。これはここは井手兵糧入れなきゃダメだね。これは30日入れりゃいいよ。30日、もう28、29日あればもう絶対援軍来るね。なんということか。お味方が討ち死にしました。父親は捨てられたとかなんか言ってるし、ありがとうな、帰れよ小諸からってこと。負けたか、きついな、いやあと2分、あ3回生ね、もう追加しちゃってるよね。もうここはもう上腕決戦しかないね。口惜しきことだ。悔しいなぁ、悔しいなぁ。一気に衰退しちゃったなぁ。このホイモノブ古いぞ、古いぞ。どうしよう。ここを打って出て勝てる。多分これ打って出て勝てる。何日よか。これ持ってて勝てる。二連はそのままもらいたい。とりあえずこいつら帰らねえかな。島サボン帰ればそのまま取り返せるんだけどな。沼田500場外決戦。まあ、兵なんか残しとくない。次なる戦も必ずや勝つ。アシナが来るか。
でも2700で来るんじゃ、また打って出れば問題ないからいいね。進めとこう。島さん早く帰れよ。帰った。これは場外決戦で打って出ればなんとかなるし。無念。勝てねえの？お前さん。勝てねえのか。これさ、石動かされるの嫌だよね。他の関係のないお家がなんかさ、滅ぼされましたとかさ、そういったのでさ、石動くじゃない。で、今回多分、早く出せば多分、今川の領土、さっきの場所、ね、やられちゃった今川のところ、取り返せれたはずなんだけど、出陣しよう。ここね、石の差分帰ったからね。これで数日間さ、出遅れるわけじゃない。これがずるいよね。出陣するぞ。手を打とう。出陣するぞ。浜はどれぐらいやってくれると思うんだけどね、本来だったら。まあ、これとりあえずあれだね、いけそうだね。こう打って出ればなんとかなる。籠城しよう。あ、籠城しない。打って出ればなんとかなる。籠城方針。上下決戦。皆、見事な戦であったな。報告いたします。表情を始めよう。これはもうないね。さあ、困った。計りごとならばお任せよ。大名欲しい。大名軍事で君主になればなんとかなる。68、45、43。じゃあ44。大名多い。これにて表情終わる。だけどだな、ダメだ。90ないと国主使えないよ。兵糧がさ、まずないからさ。ゲッチよ。兵糧がないからさ。あ、やめといてでも60日あるか。取引を行いましょう。変えなきゃ意味ないよね。ここで買えないか。きついな、ここで買えないのはきついな。まあ、買えなかったもんはしょうがないね。もう舞台は出せないってことだもんね。これをもう打たないね。4000が1ヶ月ぐらい持つか。このまんまだったら1ヶ月ぐらい持つそうだね。手を打とう。大丈夫、とりあえず1ヶ月は持つ。じゃあちょっと詰めていこうか。商業詰めよう。いやー、ハラハラドキドキだね。やばい。結局なんか宮城とか結局これ守りに切れなくて終わっちゃいそうだね。ペロも全然入れてあげてないもんね。しょうがない。国主使ったところで意味がないね。兵糧がないから意味がないね。じゃあ進めていこう。手段は選ばぬ、勝つためならな。
6000か。こんなの本来だったら打ち返せるのにな。籠城でとりあえず60人ちょっと入れといてみようか。62人ちょっと入れとこうか。あ、ここは取り返せれそうだね。皆の者、勝ち時をあげよう。ここに入場しよう。成馬さん帰ったところで小諸あれだもんな。国民ゼロじゃん。出陣しよう。成馬さんバカじゃねえ。で、これが行くとしましょう。通り魔殺人できるよね。通り魔殺人で守って、無常者行こう。あ、ニラヤマ帰ってきたね。浜松も結局取れなかったね。やっぱあれだよ、どっかの老いがさ、ここら辺の方で老いが滅んだとかって言ってさ、そのタイミングのせいでさ、取れなかったんだよね。悔しいな。決めてこう。よしよし、ポテト。これが積み重ねた年の行為。これは打って出れば問題ない。これはもうしょうがないから返すしかない。まあなんとか形は保てたかな。まあなんとかってとこだろうね。小諸2人だけだったらここで近場から、どうぞどんせよでしょ。1人しか武将いないんだったら、多分3人のところでしょ。いきなりここからスタートできるんでいけるでしょ。で、打って出てこられても3100いれば多分なんとかなるでしょ。ひどいな、これは。これはこんなにかかるとは思わなかったんだけど。水攻めにしようか。あー、何を使ってみたか。地獄の方を使ったか。手を打とう。じゃあここでちょっと待機とこう。出陣しよう。待機してれば多分動かないんじゃないの。水攻めの間多分なんとかし
してほしいの。しかも7人か。これ相手300だよね。場外決戦でいいね。皆、見事な戦であった。上城、北畑ゲーム。待機せよ。まあ、しまう。強行入れとこうか、74%。いやそれ以上もきついな。口を敷きことよ。ああそうでこっか無理だな。場外決戦だなもうこれ。結論がないわ。搬入風呂初期化これさ、取られる時あるんだよね、これたまにね、風呂風呂搬入これゼロにしてさこれで、ルール方針で場外決戦。なんか、ちゃんと取られるとかあるんだよね、本当に。ままならねえな。なんか、取られた気がすんな、これ。いや、でも、そんなもんか。取られてはないと思う。じゃあ、コウテさん、帰らないか。報告します。先月の収支です。ゲッチ。はい、ということで今回ちょっとボロ負けだね。ボロ負けっていうことして、第8話ボロ負け、ね、取引を行いましょう。ありがとうございました。これで多少はいけるんじゃないのかなっていうところだね。反撃に出れるって言ったら出れそうなところですね。はい、ということで今回の第8話かなり終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。